こんにちは、西宮通信の西通鳥です。本日8月21日は西宮北口駅の期間限定のかき氷専門店4代目徳次郎のお話を中心に本日の西宮のニュースをお伝えします。そして番組の最後に明日西宮通信でお伝えする注目のニュースも少しだけお知らせしますので最後までお楽しみください。このチャンネルでは西宮で新しくオープンするお店や西宮の話題などテレビや新聞でやらないんだけど西宮に住んでる人が注目する情報を毎日アップしています。ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは早速始めていきましょう。西宮北口駅出て芥田の方、4代目徳次郎の天然のかき氷を食べてきた、西通グルメ期間限定。はい、こちら西宮北口駅北改札の出口ですね。芥田さんに行く道にアザナスさんとかねあると思うんですけども、その隣にこのねプラムキューブって書かれてるこの赤い看板、こちらのお店ちょこですね内容変わっているの知りませんか？実はこのプラムキューブという駅中イベントショップなんですけども、だいたいですね2週間ごとにお店がリニューアルされていまして、まあ期間限定のねショップなんですね。で今回がかき氷屋さん、お名前は4代目徳次郎さんです。8月31日夏休みいっぱいまでですねやっております。そしてこちらのかき氷なんですけども、めっちゃすごいポイントは氷、ちょうどねここにも天然のかき氷って書かれてます。一般的に普通ね氷って冷凍庫で作るじゃないですか。でもねこのお店で作ってる氷はね違うんですよ。日光の天然水ということなんですけども、冬の間にね湧き水で氷をね作る専用の池、氷池なんですけども、ここに2週間かけてですね自然にね凍らすんです。そして毎日ね不純物が入らないように手入れをねされるということです。そんなもう日本の伝統文化と言われるこの氷を作る技術なんですけども、そんな超一流の氷がこちらのお店で使われてるということなんです。はい、こちらは、まあ、サンプル画像、全然関係ない画像なんですけども、最近のかき氷って結構ね機械が良くなってふわふわのやつ増えてきたんですけども、4代目徳次郎さんのねかき氷はですねまたそれにも増してひときわふわふわ感が違うんです。そうして最近ねインスタでこう最近映えって言ってるじゃないですか。これに対して4代目徳次郎さんはこちらねこれいちごなんですけども、映えって感じじゃない、そんなねかき氷が実は多いんですよ。こちらが4代目徳次郎さんのかき氷のメニューなんですけども、目立ってるのがいちごとブルーベリーとあとみかんと抹茶なんですけども、まあね普通なんですよ。素材の色が出てるだけですよね。あとはちょっと画面ね見えづらいんですけども、柚子とか蜂蜜レモン、梅、メロン、そして白桃、桃ね色がですね薄いメニューが多くて、もう映えっていうところがですねもうそういうところで全く勝負してないんですよね。まあ、要するに味にめっちゃこだわりがあるっていうそういうかき氷屋さんなんですね。そしてね産地がねいろいろ書かれてるんですけども、例えばいちごはとちおとめの栃木産だし、柚子やブルーベリーも栃木産、そしてみかんが愛媛県産で梅は和歌山県産とかですね、産地にもこだわってるんですね。そして今回食べさせてもらったのがいちごです。
税込み900円。このいちごがですね、もうダントツ1位ということです。売れ筋ね、見た感じなんとなく分かっていただけると思うんですけども、いちごジャムのジャム感がある、そんな贅沢な感じになってます。そして氷ね、口溶けがね、やっぱりねちょっと普通と違う。そして食べた時の食感がですね、何か感覚が違うみたいです。そして人気第2位の桃もう真っ白、氷、ただの氷みたいなんですけれども、これもうめっちゃくちゃ桃の味するんですよ。真っ白なんですけども、もうめっちゃ桃なんで大丈夫ですからね。あと人気ナンバー3のね、抹茶小豆練乳も紹介させていただきましたが、もう正直どれも美味しかった。だから皆さんも、もう好きなものを食べる、日数が1位とか2位とか3位とか言ってるけど、好きなものを食べる、それが一番いいんやで。ということで4代目徳次郎さんをね紹介してきましたが、こちらのお店ね、栃木のね有名な氷屋さんということで、もうそうめったに食べられる機会はねないと思いますので、西宮北口にね行ったついでに、この暑い夏かき氷でしのいでな。続いていきます。ララポート甲子園にワンズテラスって雑貨店ができるみたい、9月10日オープン。こちら以前に西通でですね、ワンズテラスさんオープンするっていうね情報をお伝えしてました。でその時はララポート甲子園ではなくてコロナ甲子園にオープンするとお伝えしてたんですけども、今回ですね、コロナ甲子園さんではなくてララポート甲子園さんにオープンするいう情報がね入ってきました。なんか手違いがあったんでしょうかね。今回ララポート甲子園でオープンする場所なんですけども、以前ねフランフランさんが閉店したところにオープンするかと思います。場所間違ってたらごめんやで。続いていきます。阪急西宮ガーデンズのグラニフが休業してる、9月22日リニューアルオープン。はい、グラニフさんっていうのは T シャツのショップですね。ドラクエとかクレヨンしんちゃんとかムーミンとかいろいろねコラボ T シャツが売ってるお店です。知らんかったわーって方は、9月22日にリニューアルされますので、覚えてたら行ってみて。続いていきます。宿川で宿川千本塔を買ってイベントをするみたい、8月28日。こちらのねイベントなんですけども、第23回というですね、結構やってるんですね。で西通ですね、残念ながら全然知らなくて、情報収集に能力がなかったっていう風に言われるかもわからないんですけど、実はねこのイベント地元の方でも知らない人がね多いそうです。記事の方ではですね、 YouTube の動画の方紹介させていただいてるんですけども、このような感じで宿川にペットボトルの中にですねろうそくを立てて火を灯すという、そういうイベントなんですね。もうすごく美しい感じですよね。優しいろうそくの明かりが灯されています。夏の宿川の風物詩なのですが、本当にね、本当に地元の方でも知らないということなので、なので初めて知ったわーっていう方ね、近くの方ぜひ一度見てな。続いていきます。東宝シネマズ西宮 OS に IMAX レーザーってなんかすごいのが導入されるらしい。はい、今回ですね、この IMAX レーザーガーデンズのね映画館なんですけども、兵庫初ですよ。で IMAX レーザーってなんなんってことですよね。これもう要するに、もう一言で言うと、一言でしか言えないんですけど、映像と音が良くなるってことです。むっちゃ短い解説すいません。ちょっとだけ詳しく言うと 4K になるそうなんですね。前 4K ちゃうかったんかな、 2K で、だから絶対ねすごく繊細な画質になるかと思います。そしてね音がですね12チャンネルって書かれてました。
今ね、西宮、東宝シネマズの公式サイト見たんですけども、5.1 チャンネルという風に書かれていたので、今回ね、12チャンネルということなので、2倍以上のこう細かい音がね、いろんなとこから聞こえてくるという、そんなことでしょう。いやーもう、これはね、素晴らしいひとときが過ごせるんじゃないかなっていう風に思ってますけども、今回、11月19日より導入ということですので、楽しみにしとこな。本日は以上。本日は西宮北口駅出て芥田の方4代目徳次郎の天然のかき氷食べてきたというね、このお話を中心に西宮の話題を詳しくお伝えしてきました。今回の西宮の最新情報が良かったなと思った方は高評価ボタン、いいねボタンをお願いできれば嬉しいです。そしてチャンネル登録もお願いします。このチャンネルでは西宮の新しくオープンするお店や話題など、テレビや新聞でやらない西宮のローカルな情報を毎日アップしています。なので西宮の最近オープンしたお店だとか話題だとか、友達に話したくなる西宮のお話をね、もっと知りたい、そんなあなたはぜひですね、他の動画もチェックしてみてくださいね。もちろんチャンネル登録もお忘れなく。それでは明日の西宮通信は、阪神西宮で浴衣で街歩き in 西宮ってイベントが開催されるみたい。8月28日29日を中心にお送りします。かき氷誰と食べるん？